楽が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田光輝でございます。実はですね、ライト版のバネットちゃんがパンクしてしまいました。今ジャフさんに来ていただいてですね、ディーラーさんまで持って行ってもらえるような形で、ちょうど営業部長が今出てるもんですから、お、今ちょうど下に入りましたね。これを上にジャッキアップするのかな。なんか伸ばしていらっしゃいますね。おお、伸びた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 。おお、すごい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 。伸びてる伸びてる。おお。何か、あれで上に上げて、前輪を上げて後ろを引っ張っていくんですね。初めて見ます、こういうのは。すごいすごい。サイドを引かれたところですね。で、これからジャッキアップっていうかな。お、上がってる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 。おお、上がった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 。すごい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 。おお、すごい上がった。お、本当にありがとうございます。